2010年1月の名護市長選で、辺野古反対、稲峰進が当選し、オール沖縄が誕生した。1、2013年1月、辺野古反対、オスプレイ反対を求めた県白書に、県内41全市町村の首長、議長や県議らが署名して政府に提出した。 同年7月の参院選で糸数恵子が勝った同年末当時の中居博一知事が辺野古の埋め立てを承認した214年11月の知事選は元自民党県連幹事長小長武氏が中居間を倒しオール沖縄県政が始まった 三十六年七月の参院選は伊波陽一が圧勝した四十八年九月の知事選は玉木デニーが急死した尾長武の後継として勝った五十九年七月の参院選は高田哲美が勝った六二十二年七月の参院選は 伊波陽一が僅差で再選した。79月11日の知事選は玉城デニーが再選した。オール沖縄は全権レベル選挙7連勝となった。沖縄の意思と自公政権の意思の返りは続く。